ガーナードは、アメリカ海軍の潜水艦、ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、東、大西洋西太平洋の旧世界に分布する、砲防化、セミ砲防化の総称にちなむ。新世界両岸の砲防化は、セアロビンと呼び習わすことが多い。なお、退役から23年後に、スタージョン級原子力潜水艦14番艦として2代目、ガーナードが収益している。 西セミホーボースポッテッド、ガーナードガーナードは、コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1942年6月1日に、スーザン・スリングラフの手によって浸水し、艦長チャールズ・エイチ・アンドリウス少佐の指揮下、9月18日に収益する。ニューロンドンでの成長後、ガーナードは、ヨーロッパ戦線に送られることとなった。11月2日、ガーナードは、 最初の紹介に備えて、スコットランドのロスネースへ向かった。道中、特段のことなく13日後の11月15日に、ロスネースに到着した。11月28日、ガーナードは最初の紹介で、ビスケーワンに向かった。ガーナードは、スペインの沖合で、ビスケーワンの強行突破を図るドイツの封鎖突破船に備えて待機した。その紹介は平穏無事に終了し、 敵艦との遭遇はなかった。12月27日、ガーナードは30日間の行動を終えて、ロスネースに帰島した。この後、ガーナードは修理の回収のため帰国することとなり、1943年1月25日に、ロスネースを出港して2月9日にニューロンドンに帰島した。修理が完了すると、真珠湾に開港され、5月26日に到着した。月日、 ガーナードは2回前の紹介で、パラオ方面に向かった。ミッドウェイ島を経由し、パラオ干渉への入り口である、トーゲルムルンギ水道沖を紹介した。6月29日昼頃、ガーナードは水道に入りつつある、水雷艇ハトと、解剖艦域に護衛された、オレーレ7000団を発見し、北伊礼7度38分、統計134度23分。 国緯7.633度統計134.383度、7.633、134.383の地点で2隻の輸送船に対して、巨雷を3本ずつ、発射、5本を命中させて2隻の輸送船に打撃を与えたと判定された。攻撃後、護衛艦から24発の爆雷攻撃を受けたが、切り抜けた。2日後の7月1日朝には、 北緯07度37分統計134度26分、北緯7.617度統計134.433度、7 6 1 7十3 4 4 3 3の地点で不百五5弾を発見し、魚雷を3本ずつ発射して5つの命中を確認したが、実際には与えた損害はなかった。しばらく様子を伺っていると、今度は、 北緯07度40分統計134度20分、北緯7.667度統計134.333度、7 6 6 7十3 4 3 3 3の地点で陸軍特殊船秋キツマルを発見し、魚雷を計4本発射して3つの爆発音を聴取したが、実際には交わされていた。7月11日朝、ガーナードは、 北緯13度08分統計132度00分、北緯13.133度統計132.000度、13.13332.000 13. 13のパラオ北西350海里の地点でを404、船団を発見し、魚雷を4本発射したが回避されたため、さらに魚雷を4本発射し、陸軍輸送船大抗丸に魚雷を3本、命中させて合沈させた。 魚雷をすべて使い果たした、ガーナードは、修理と補給のため、真珠湾に進路を向けた。途中、ミッドウェイ島を経由。7月26日、ガーナードは43日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。9月6日、ガーナードは3回目の紹介で、南シナ海に向かった。9月30日午後、ガーナードは、北緯22度58分、東計119度48分。 北緯22.967度統計119.800度、22.967、1九9 8 0 0の地点で第429戦団を発見し、魚雷を計6本発射。二つの命中があったと判断されたが、実際には、魚雷はタンカーとナンマルに向かっていったものの、回避されていた。10月7日、深夜、ガーナードは、 北緯19度00分統計119度10分、北緯19.000度統計119.167度、19.000119.167のルソン島、ボヘアドールミ西北西120キロの地点で4隻から、ナルダイ772船団を発見。翌10月8日1時39分に2つの目標に、対して、魚雷を4本ずつ発射し、 魚雷は2隻の陸軍輸送船、大日丸と大安丸に命中して、両船とも撃沈した。10月9日夜にも、北緯18度50分統計118度55分、北緯18.833度統計118.917度、18.833118.917の地点で、レーダーにより目標を探知し、 翌10月10日未明に入って、魚雷を4本発射して2つの命中があったと報告された。ガーナードは浮上して追跡し、魚雷を計6本発射し1本が爆発したと判定された。10月28日、ガーナードは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。11月28日、ガーナードは4回目の紹介で日本近海に向かった。 12月22日22時頃、ガーナードは、北緯33度25分統計136度00分、北緯33.2417度統計136.000度、33.2417136.000 33. の潮の岬90度6海里の地点で、成功中のドイツの柳船、ハーフェルラントを発見して、浮上攻撃で魚雷を4本発射し、1本を、 命中させる。魚雷が命中したハーフェルラントは、串本、ついで神戸に栄光されていった。間もなく、レーダーで別の目標を探知した、ガーナードは、北緯33度27分統計135度36分、北緯33.450度統計135.600度、3 3 4 5度135.600の地点で輸送船三崎丸を発見し、 魚雷を4本ずつ、計12本も発射したが、そのいずれもが外れた。2日後の12月24日朝、ガーナードは、北緯33度57分統計136度16分、北緯3 3 9五0度統計136.267度、33.950136.267の紀伊半島三木三沖の熊野灘で、第8222戦断を発見し、 7時10分に2隻の輸送船に対してそれぞれ魚雷を2本ずつ発射。魚雷は輸送船第2青山丸と陸軍輸送船と護衛艦艇は80発以上の爆雷を投下したがガーナードはこれを切り抜けた。12月27日夜、ガーナードは 北緯34度22分統計138度32分、北緯34.367度統計138.533度、34.367138.533の地点で、特設運送船五国丸を発見し、魚雷を4本発射して1本を五国丸に命中させたが、五国丸はそのまま航行を続けた。1944年1月7日、 バーナードは40日間の行動を終えて、真珠湾に帰還。メアアイランド海軍造船所に開港されて、オーバーホールに入り、折から、HOR エンジン搭載艦は一石残らず、残時エンジンを乾燥するようにという、合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長、アーネスト・キング大将の命令が出ており、甚だ旧式で、トラブルが多く信頼性に欠けていた、HOR エンジンを、 本来搭載される GM 社製 278A16 気筒エンジンに換装した。ガーナードは1944年4月1日に新珠湾に戻った。4月16日、ガーナードは5回目の紹介でセレベス海に向かった。5月6日14時頃、ガーナードは北緯02度42分統計124度07分。 北緯2.700度統計124.117度2.700124.117の地点で第35師団と第32師団の将兵や軍需品をハルマヘラ島へ向けて輸送中の竹一戦団を発見。ガーナードは戦団を横腹を突く形から魚雷を6本発射し3隻の陸軍に輸送船、アテーマルに2本、田島マルに3本。 天津山丸に一本がそれぞれ命中し、アテーマルと田島丸は間もなく沈没し、天津山丸は依然浮いていたものの、ガーナードは翌5月7日未明に天津山丸に対して魚雷を一本発射し、命中させて止めとした。竹市船団はこの一連の攻撃で兵員や装備品のそのほぼ半数を失った。日本側は約100発の爆雷を投下したが、 ガーナードはこれを回避した。5月18日には、北緯06度06分と、大型巡洋艦は、後の戦果報告で、長戸型戦艦に、情報修正されていた。5月24日午前、ガーナードは、北緯05度49分統計125度45分、北緯5.817度統計125.750度、5.817125.750の、 地点で2隻の輸送船と2隻の苦戦艇を発見し、魚雷を2本発射するも命中しなかった。同じ日の午後、今度は、北緯05度45分統計125度43分、北緯5.750度統計125.717度、5.750125.717の、ミンダナオ島、東方25キロ地点で、第一機動艦隊に対する補給部隊を発見して、 魚雷を四本発射し、うち三本が特設運送船立川丸に命中して、これを撃沈した。護衛の駆逐艦浜風は爆雷攻撃を実施したが、ガーナードに損傷はなかった。五月三十一日朝、ガーナード北緯0五度十五分統計二十五度二十八分、北緯点二五零度統計十五点四六七度、五点二五零百二十五点四六七の、 地点でダバオに向かいつつある戦艦3隻を発見し追跡した。今作戦の支援に向かう戦艦不走と従順洋艦妙高、ハグロに対してガーナードは攻撃を試みたが絶好のポジションにはどうしても近づけなかった。6月11日、ガーナードは56日間の行動を終えてフリーマントルに帰投した。7月8日、ガーナードは6回目の紹介で セレベス海に向かった。途中ダーウィンで給油を行った後、パーレン海峡からバンダ海に入り、モルッカ海を経由して、セレベス海に到着した。その後は、セレベス海、スールー海、ミンダナオ海で紹介を行う。7月27日午後、ガーナードは、南イ01度18分、統計123度36分、南一1.300度、統計123.600度、 マイナス1.300123.600の地点で3隻の輸送船と4隻の護衛艦から、なる、輸送船団を発見し、2隻の輸送船に対して、すべての発射艦を向け、魚雷を3本ずつ、計6本発射。魚雷は2番目の輸送船に2本が命中したと、判断された。8月15日には、北緯01度25分、統計120度52分、 北緯1四日七度統計百二十点八六七度、一点四一七百二十点八六七の地点で、千鳥型水雷艇を発見し、魚雷を四本発射して三つの爆発を確認したが、早期爆発の音だったらしく相手は無傷だった。八月二十日にも、北緯零九度零一分統計百二十三度十一分、北緯点零一七度統計百二十三点一八三度、 9.01723.183の地点で2500トン級輸送船と2隻のトロール、船系護衛艦を発見し、魚雷を4本発射して一つの爆発を確認したが、相手には何事の変化もなかった。9月5日、ガーナードは59日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長がノーマンディーゲージ調査に変わった。10月9日、ガーナードは7回目の紹介で、 南シナ海に向かった、10月22日夜、ガーナードは、北緯01度25分統計105度38分、北伊1.417度統計105.633度、1.417105.633の地点で15隻以上の輸送船団を発見し、3つの目標に対して、巨雷を、計10、11月3日未明には、北緯05度53分統計111度12分、 北緯5.883度統計111.200度5.883111.200の地点でミニジューを発見して魚雷を6本発射し輸送船大民丸に魚雷を2本命中させ撃沈した11月6日には皿枠沖で機雷を付設した紹介期間の後半はアナンバス諸島近海で救助任務に就いた11月8日夜ガーナードは 北緯02度42分、時計106度25分。北緯2.700度、時計106.417度。2.700、106.417の地点で、レーダーにより2つの目標を探知し、魚雷を4本発射するも命中しなかった。11月17日、ガーナードは38日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。12月11日、 ガーナードは8回目の紹介で、ギターロと共に、南シナ海に向かった。12月28日、ガーナードは、北緯11度48分統計109度25分、北緯11.800度統計109.417度、11.800、11. 109.417の、カムラン湾沖で零合作戦を終えて帰島中の第二、水雷戦隊以下の艦艇を発見したが、 艦艇は高速で通過していったため、同じく発見していたギターロともども攻撃の機会がなく報告だけにとどめた。1945年1月13日には、天ンゴール島近海で紹介中に、アトラスマル大阪と書かれた浮き輪をいくつか発見した。このアトラスマルとは、1944年11月2日に、北緯12度57分時計120度12分。 北緯12.950度統計120.200度、12.950、120.200のバタン諸島近海で、ポンフレットの攻撃で、座礁の後破壊された海軍徴用船アトラス丸を指し、浮遊物が2ヶ月の月日を経て、マレー半島沿岸部に到達したことになる。この紹介では攻撃の機会はなかった。2月1日、ガーナードは51日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰稿、艦長がジョージ・エス・シモンズ賛成少佐に交代した。3月10日、ガーナードは9回目の紹介で、ハンマーヘッド、ボアフィッシュとウルフバックを構成し南シナ海に向かった。3月26日、ガーナードは北緯15度25分、統計108度52分、北緯15.417度、統計108.867度。 1 5 2 4日7 1 0 8 8 6 7の地点で2隻の駆逐艦を発見し、魚雷を4本発射したが回避された。3月29日には、ガーナードのもとに、ハンマーヘッドから、目標発見の知らせが届いた。ハンマーヘッドは、南号作戦最終戦団である日 88J 戦団を発見して、攻撃を行っていた。しかし、ガーナードには、 そのような機会は訪れなかった。4月20日、ガーナードはサイパン島タナパグ港に進路を向けて投進し、4月29日にタナパグ港に到着して一服着いた。5月9日、ガーナードは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。9日後にメアアイランド海軍造船所に開港され、オーバーホールに入った。オーバーホール中に終戦を迎えた。 ガーナードはオーバーホールが終わった後、再び、真珠湾とミッドウェイ島を往復し、9月11日にサンフランシスコに帰還、11月27日に退役した。その後は1949年7月1日まで予備役として保管され、その後サンフランシスコ海軍造船所で予備役兵の訓練用兵器庫として現役復帰する。 11月27日から12月9日まで、新珠湾に栄光され、訓練任務に、従事、1953年5月18日に、ワシントン州タコマに栄光され、1960年6月まで、同任務に従事した。ガーナードは、廃棄に向けて、不活性化され、1961年5月1日に、除籍、9月26日にスクラップとして、 カリフォルニア州ロサンゼルスのナショナルメタルスチール社に売却された。ガーナードは第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞及び海軍主君部隊賞を受賞した。第2回から第7回までの紹介が成功として記録された。ありがとうございます。